静岡県立大学食品栄養科学部の三浦真司です。今日は、骨格筋を健全に保って健康長寿を手に入れようと題して、骨格筋と健康維持についてお話しさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに、栄養素と筋肉の関係についてお話しします。栄養素のうち、糖質と脂質は、 筋肉におけるエネルギーの供給に必要となる栄養素です。タンパク質は筋肉を形成する栄養素となり筋肉の肥大に必要です。また、タンパク質は条件によってエネルギーの供給にも使われます。ビタミンやミネラルは筋肉でのエネルギー生産の円滑化や筋機能の調節に用いられます。このように 筋肉と栄養素は密接な関係にあることから古くから栄養学の研究対象とされてきました。最近、筋肉が健康維持や疾病予防に重要な役割を果たしていることが明らかにされ、栄養学分野において筋肉が改めて注目されています。ここからは簡単に筋肉についてご紹介しましょう。 骨格筋は大きく分けると2種類のタイプに分類できます。それは、側筋と呼ばれるものと、地筋と呼ばれるものです。側筋は色合いが白く、収縮速度が速いのですが、疲労しやすい性質を持った筋肉です。瞬発力が必要となるような負荷の大きな運動の際に用いられます。魚で言うと、ヒラメのように普段海底に潜んでいて、 獲物が近づいたときに一気に泳ぐような白身魚の筋肉とイメージしてください。一方、チキンは色合いが赤く収縮速度が遅い代わりに疲労しにくい、すなわち持久力の高い性質を持った筋肉です。姿勢の維持や長距離素のような持久力が求められる運動の際に用いられます。魚でいうと泳ぎ続けている回遊魚である マグロやカツオなどの赤身魚の筋肉とイメージしてください。このように同じ筋肉でも種類によって機能が大きく異なっています。私たち人間を含む哺乳動物はこの2種類の筋肉の両方を持ち合わせており活動や運動の強さに応じて使い分けています。これらの筋繊維、特に 死菌と側筋をどれだけ保有しているのかは、運動能力と密接に関係しています。このグラフは、スプリンター、長距離ランナー、球技選手、非運動選手について、筋肉中に側筋繊維が占める割合を縦軸に、長距離層、短距離層のタイムを横軸にプロットしたものです。横軸は、数値が小さいと長距離層が速く、 数値が大きいと短距離層が速いことを意味しますし。白丸でプロットしたスプリンターは側近繊維が占める割合が高く短距離層のタイムが速いことがわかるかと思います。これに対して白い三角でプロットした長距離ランナーは側近繊維が占める割合が低くこれは地近繊維の割合が高いという意味ですが長距離層のタイムが速くなっています。 このように、短距離を得意としている選手は側近が、長距離を得意,して得意としている選手はキ近がそれぞれ多いことが明らかです。なお、白い四角で示した球技選手は、短距離と長距離の選手の中間ぐらいにプロットされております。非運動選手は、側近繊維の割合に応じて、長距離と短距離のタイムが違ってきています。このように、 どの筋繊維タイプを多く持っているかによって得意とする運動の種類が異なること、運動能力が異なることが明らかです。では、地菌繊維と側筋繊維の割合が人それぞれ違うのはなぜでしょう一つの要因は遺伝です。左のグラフは一卵性双生児と二卵性双生児の 各ペアについて筋肉のチキン繊維の割合を調べた結果です。縦軸が双子 A、横軸が双子 B です。一卵性ソーセージは黒丸で、二卵性ソーセージは白丸でプロットしています。緑色の直線上にプロットされた場合、双子のペアで同じようなチキン繊維の割合であることを示しています。 一卵性ソーセージの黒丸の方が二卵性ソーセージの白丸よりもプロットの位置が緑色の直線上に近く存在していることがわかります。これは遺伝的に同一な一卵性の方が遺伝的に違いがある二卵性よりもチキン繊維の割合が似ている。すなわち菌繊維の割合は遺伝的に決まっていることを示しています。 また右のグラフは同じ人が20年間持久運動トレーニングを行った研究結果ですが足の筋肉に含まれるチキン繊維の割合がトレーニング開始前の1973年とトレーニングを20年間行った後の1993年で違いが観察されませんでしたこのように筋繊維の割合には 遺伝的要因が大きく関与します。しかし、筋肉にはその性質を変化させる特徴があります。例えば、重量上げを考えてみてください。同じ重量上げ動作を数週間、あるいは数ヶ月間繰り返して行うと、次第に筋肉が太くなり、重量上げに適応することにより、 最初に持ち上げた重量よりも重い重量が持ち上げられるようになります。持久運動トレーニングでも最初は走るのが辛くてもトレーニングによって筋肉が性質を変化させることにより持久力が向上し負担が減少します。このように同じ刺激が繰り返されることすなわちトレーニングによって骨格筋が性質を変え 刺激に適応し、負担が減少するということは容易にご理解いただけるかと思います。さて、ここではマウスを使って行った実験結果を動画でご紹介しましょう。自発運動装置で運動不可飼育を2週間行います。 2週間でおよそ 70km 程度走ることになりますが体長約 10cm のマウスを単純に身長 165cm の人に置き換えますとおよそ 1200km 走ったことになります箱根駅伝に出場する選手でも1ヶ月の走行距離が500から 750km とのことですので マウスがいかによく走るかご理解いただけるかと思いますさて2週間後に走行運動装置を使ってトレーニングの効果を検証してみます次の動画にご注目ください運動開始直後はトレーニングさせなかった通常飼育マウスも自発運動装置でトレーニングさせたマウスと同じように走ります 次に右の動画にご注目くださいスピードを徐々にアップしていくと運動開始45分後このようにトレーニングなしのマウスは走るのが辛くなってきますがトレ,トレーニングありのマウスはまだ余裕で走っています動画はここまでですがトレーニングしたマウスはその後5時間以上も走り続けましたこのように持久運動トレーニングを行うことにより マウスの持久力が著しく向上します。この図は、持久運動トレーニングによる持久力向上がなぜ生じるのかをまとめたものです。トレーニングの効果は3つあります。1つ目は、肺の換気能力が向上すること。2つ目は、心臓が送り出すことのできる血液量が増加することです。 肺では毛細血管の発達が観察され、酸素と二酸化炭素の交換がスムーズに行われるようになります。心臓では心臓の溶石が増加し、1回の心拍で送り出す血液量が増加し、心臓から抹消組織に酸素を運ぶ能力が向上します。3つ目は筋肉の変化です。筋肉がチキンの性質を獲得し、 持久力が向上しますこれには筋肉を流れる毛細血管の発達筋肉で酸素を運ぶミオグロビンの増加筋肉でエネルギーを作るミトコンドリアの増加が関与しますこのようにして持久運動トレーニングは全身の有酸素性運動能力を向上させますさて 先ほど筋肉の繊維タイプは遺伝によって決まっていて運動能力もそれに左右されるとお話ししました。でもこのスライドでは筋肉が地ン化すると書かれています。矛盾がありますね。実は筋肉繊維のタイプは遺伝で決められている部分と後天的に変化する部分があります。このスライドでそれをご説明します。 左から2番目に青色で示した筋肉繊維がチキンの代表的な繊維であるタイプ1繊維ですがこの割合は遺伝的に決まっていると言われています一方一番右側の緑色で示した側筋の代表的な繊維であるタイプ 2B 繊維はタイプ 2A 繊維に変化することができます持久運動トレーニングはタイプ 2B 繊維からタイプ 2A 繊維への変化を促進します タイプ 2A 繊維は側近繊維ですが、地筋繊維の性質も合わせ持ちますので、この変化が筋持久力の向上につながります。ここまでのお話を少し整理しましょう。持久運動トレーニングに対して筋肉は適応してその性質を変化させます。持久運動を継続すると、筋肉全体の性質が地筋に近い性質に変化して、筋持久力が向上します。 筋肉の地ン化には筋肉の中を走る毛細血管の増加と筋肉細胞内のミトコンドリア量の増加が同時に認められます。これらの変化は運動時に筋肉への酸素や栄養素の供給を増加させるほか筋肉でのエネルギー酸性能力を高めます。そして筋肉の有酸素運動能力、酸素を使って筋肉を収縮させる能力が向上します。 自給運動トレーニングにより様々な医学的恩恵がもたらされることが知られており筋肉の性質の変化との関係が注目されていますそこで私はこれまで持給運動トレーニングが筋肉の性質を変化させるメカニズムの解析を行ってきました第2部ではその研究の一部をご紹介いたします 私はまず、1999年に発見された PGC1α という転写協育因子に着目しました。PGC1α は、ゲノム DNA にコードされているミトコンドリアの合成に必要な遺伝子を発現促進します。その結果、PGC1α はミトコンドリアの合成を高めることになります。筋肉の地ン化に伴い、 筋肉中のミトコンドリア量が増加することはよく知られていました。ミトコンドリアは生体が活動するためのエネルギーを生産する工場として機能しますので筋肉でミトコンドリアが増加することは筋肉を収縮させるためのエネルギー工場が増加することを意味します。エネルギーを作り出す工場が増加すれば 長い間の筋収縮を実行できます。もしかしたら筋肉が筋肉がチキン化するときにも PGC1α が増加してミトコンドリアを増やしているのではないかと推測いたしました。また別の研究グループから運動を行うと筋肉で PGC1α が増加することも報告されておりました。そこで持久運動を継続すると 資金化により筋持久力が向上するのは PGC1α の増加によるのではないかと仮説を立てましたそれを証明するために遺伝子改変技術を使って筋肉だけに PGC1α を過剰に発現させたマウスを作成して筋肉を詳しく調べてみましたその結果右の写真に示すように 遺伝子改変を行っていない野生型マウスの筋肉に比べ遺伝子改変マウスでは著しく赤くなっていることが分かりましたそれと同時にミトコンドリアや毛細血管の増加も認められ PGC1α が筋肉をチキン化することが明らかになりました次にこの遺伝子改変マウスの運動継続能力を測定しました 写真で示している装置を用いて走行運動試験を行った結果、右のグラフの実践で示した野生型のマウスよりも、点線で示した遺伝子改変マウスで運動継続時間が長くなることが分かりました。また、別の実験で運動中の脂質利用率や筋持久力が増加することも明らかになりました。このように PGC1α が 筋肉をチキン化するとともに筋持久力を向上させる重要な因子であることが分かりました。私たちは筋肉の PGC1α の働きを高める食品成分の探索も行っています。最近、発作可否に含まれる成分がマウスの筋肉の PGC1α を活性化してミトコンドリア量を増やし筋肉をチキン化することを明らかにしました。 自給運動は健康維持に貢献することが分かっていますので、このような食品成分の摂取が人の健康維持に役立つ可能性が考えられます。第3章では、自給運動が疾病の発症を予防するメカニズムについて、私たちの最新の研究成果をご紹介します。これは、ノルウェーの研究グループが行った研究結果です。 この研究では50歳ぐらいの男性約2000人を対象に循環器系疾患によって死亡する割合を16年間追跡調査しています。対象となる人を自給力が低い人、やや低い人、やや高い人、高い人と4つの区分に分けてみると、自給力の高い人ほど循環器系疾患による死亡率が低く抑えられていることがわかります。 すなわち、持久力が高い人ほど、動脈硬化が原因となる循環器系疾患による死亡率が低いことが明らかにされています。そこで私は、運動習慣によるメタボリックシンドロームの予防には、筋持久力の向上が関与しているのではないかと考えました。つまり、先ほどのノルウェーの研究グループが見出した研究結果には、 自給運動トレーニングによって筋肉が地ン化して筋持給力が向上すること。それが動脈硬化を防ぎ、循環器系疾患の発症を抑制しているというメカニズムが関与しているのではないかと考えたのです。そこでその仮説を証明するために図に示すような実験を行いました。アポイ・ KO マウスと書かれた黒いマウスは、 遺伝子改変にによよって動脈効果を発症すす。るようにしたマウスですこのマウスと灰色で示したマウスこれは先ほどのスライドでお示しした PGC1α を筋肉に過剰発現させたマウスですがこれらを交配しアポイ・ e、KOPGC1α マウスを作りましたこのマウスはいわば筋肉がチキン化した動脈硬化モデルマウスとなります もし筋肉のチキン化が動脈硬化を防ぐとすれば黒で示したアポイー形容マウスに比べて黒と灰色がハイブリッドした筋肉がチキン化した動脈硬化モデルマウスであるアポイー形容 PGC1α マウスで動脈硬化が抑えられるはずです左の写真は心臓と動脈がつながっている部分を観察したものです 桃色に染まっている箇所は心臓と動脈です。動脈硬化が起こっている箇所は点線で囲った部分になります。この点線で囲った部分を定量化した結果が右の棒グラフです。予想通り、アポイー KO マウスに比べて筋肉がチキン化した動脈硬化モデルマウスであるアポイー KOPGC1α マウスで、 動脈硬化が40%程度抑えられることが分かりました。私たちの研究によって筋肉のチキン化が動脈硬化を抑制することが分かりました。その理由ですが、最近、筋肉からマイオカインと呼ばれる生理活性物質が血液中に放出され、様々な臓器の機能に影響を及ぼすことが報告されています。 運動トレーニングによる筋肉のチキン化が PGC1α の増加を介してある種のマイオカインの分泌を促進することにより動脈硬化の抑制に貢献している可能性がありますこれまで筋肉は単純に体を動かすための組織として捉えられてきましたしかし最近の研究では筋肉が様々な生理活性物質を分泌して 他の臓器の機能に影響を与え、それが運動のもたらす健康作用に関わることが分かってきました今後、筋肉についてより深く追求することにより、今までに知られていない筋肉の新しい能力や機能が発見されるかもしれません最後までご視聴いただきありがとうございましたこの写真は静岡県立大学のキャンパス内で撮影された写真です レンガ作りの建物と,建物とイチョウ並木が特徴のキャンパスです。秋になりますと写真のように紅葉がとても綺麗です。春になると隣接する芝生公園の桜が満開になり新学期を迎えます。このスライドに私の連絡先を示しましたので何か質問がありましたらどうぞお気軽にご連絡ください。